サンダースロー SR531957 年9月のファーンボロー国際航空ショーで展示された SR53 の2号機。サンダースロー SR53 とはイギリスの航空機メーカーサンダースロー社でイギリス空軍のために試作された戦闘機である。1957年に初飛行した。 1950年代に入り、イギリス空軍は高性能の迎撃機を求め、ロケット動力機に関心を持つようになった。1952年の OR301 において、ロケットエンジンも搭載した迎撃機の開発を求めた。これにより、アブロ720とサンダースロー SR53 が開発されることとなった。SR53 は TGB 翼を有する機体で、主翼は、 短い翼端切り落としのデルる立である。主翼端に空対空ミサイルを搭載する。ジェットエンジンとロケットエンジンを搭載した混合動力機でインテークは片口にある。1957年5月16日に初飛行した。初飛行時にマッハ1.33の速度を記録し、2万メートル以上の航空でも活動可能という優れた性能を示したが、 航続距離並びに並走において実用機に劣ることが判明し2機の試作で終わった。やがて本機に十分な航続性能と並走、アビオニクスを追加してサンダースロー SR-177 として実用化するはずだった。しかし、ミサイル技術の発達とイギリスの有人戦闘機開発凍結の影響を受けて開発中止となった。ありがとうございます。